んとか形になりました、ね、うん、ほぼ終わりもう完成です3日で終わっちゃいました僕が作ったんですよ。そうなんですか、すごい。これ何を、何なんでしょうね何なんだろうね。絵の具なんですよ、これ絵の具なんや、うん、雨降ったら取れ、いや、取れない取れない。あ、そうなんだ。いっぱいなんか花が咲いてるじゃないですか。聖鷹アダチソウとか、はい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 、アダミみたいなのとか、そういうの色とか、あと海の青い色とか、いろいろそこら辺にある色をそのままイメージして塗って、形は割とあのその場で即興で作ってるから、抽象的な作品だけど、でも場所がキャンパスみたいな感じで、そう、僕が作った材木は3時間ぐらいかけて運んでますよね。謎は解けた、謎は解けた。ああ、一応昨日も言われたな、おばちゃんに、趣味で作ってんのとか、趣味では作らないだろう。あの、いや、あの候補があって、2、3箇所一応こう選んでて、最初もっとあの別な場所というか、あの松林みたいなところでやってたんだけど、いや、作ってると不思議で、なんか寄ってきたりとか、そういうのがいつもあって、だからそういうちょっと人通りの多いところに作品作った方がいいっていうアドバイスもらって、海沿いをずっと歩いてきたんですか。まあ、基本的にはあの七里御浜ですよね。あ、まあ、とりあえず全部歩いてきました。すごいな。